泣かないでね。着替える時泣く？なんかたまにね、なんでよってなるよね、うん、特にこの袖通す時に、あで、かぶりが難しい。難しい。全部この前で止めるやつがいいなと思ってやったし、でになんかギャップで、うん、ボディースーツみたいな、うん、そうそうそう、そればっかり買う、ね、私自分で買う時はね。ただ服って本当にさ、なんか友達とかからいっぱいいただいたんだけど、そうすると自分で欲しいものは全く買えてない。逆に分かる分かる分かる、うん、私もなんかこれとかさ、自分だって絶対買わないんだやったら服あって、しかもなぜか80ぐらいのサイズがめっちゃあって、80って1歳ぐらいのサイズが、あ分かる分かる、もうなんかいい、ね、こんなんさ、また右向いてるかも何よ今このサイズちゃうねって感じすごい素直に向いたね。はい、りょうくんごめんね、こっちの方が可愛いからこっち来たい、写真撮るんですもの、お写真撮るから。じゃありょうくんやないよ、喋ってんの何、ごめんね、なんだよってね、えゲイしたわけでもないのに着替えさせられてかわいそうね、かわいそうかわいそう、はいはいはい、すいません。でも顔ほんまにしっかりしてるね。そう、なんか眉毛がないから、あすごいボケるな、ね、めっちゃ毛深いよ、レオ最近治ってきたけど、うん、背中がね、あ、ほんと、そう、すごいでしょ、うん、で最初はもっともっともっと濃くて、で産毛だから落ちるんだって、すでにもう1ヶ月ぐらいの時にかなり落ちて、だけど生まれて渡された時に多分最初に質問したもん、私これこんなに毛深いものなんですかそしたら、そう、うん、なんか生えてる子は途中で落ちるからとか言って、ね、なんか面も、なんでこんなゴリラみたいなゴリラが周りされてる人が、いや、でも確かに毛深かった、でもこの子生まれた時もずっと猿にしか見えなくて、ああ逆にね、うん、しかも横断きつくて黄色いし、ほんまにお猿みたい な、ね、今豆みたいな頭なってるんだな、ね、すごい絶壁やもん、だからてか皮の大きさが全然ちゃう、確かに、うん、まあ、でもね、いやでもこうでかいよね、私がそうなんだけど、レオのやっぱこうでかいなと思う、私の顔